皆さんこんにちは。新妻免疫塾へようこそ。今回も新型コロナウイルス感染を理解するための生物学の基礎の基礎を専門用語を使わずに解説していきます。今回のテーマはウイルスの体内増殖と体外への旅立ちです。前回ウイルスは細胞の中で大増殖し、ついに細胞の外へと脱出しました。このウイルスの脱出があまりに激しいと、感染された細胞はバラバラに崩れて死んでしまうこともあります。ウイルスの次の目的地は、同じ鍵穴付きセンサーを持つ健康な細胞たちです。次の細胞に感染、増殖、脱出を繰り返すことで、ポン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 とウイルスはどんどん数を増やし、細胞の被害は拡大していきます。ところで、僕たちは今どの臓器の中の細胞を観察しているのでしょうか。これ、肺、そして器官です。これらは生きるために大事な機能の一つである呼吸を司る非常に重要な臓器です。ウイルスの感染と増殖が広がる中、私たちの体も黙って見てはいられません。ここでついに登場、体内の警備隊である免疫細胞が現れ、ウイルスとの戦いが始まります。免疫細胞たちは死んでしまった細胞の掃除や他の細胞への情報伝達、敵の調査をしながらウイルス感染と戦います。この激しい戦いにより感染現場では免疫細胞を含む多くの細胞が死んでしまいます。この戦いによる刺激や細胞の死体を流して掃除するために分泌される痰によって呼吸がしにくくなったり咳が出るのです。咳をした時に出る痰や唾液の中には、体の中で増殖したのに追い出されてしまったたくさんのウイルスが含まれています。しかしこんな状況でもまだまだ大増殖したいとウイルスの夢は尽きないようです。次回、体外へ出たウイルスはさらなる大増殖を繰り広げます。この動画を気に入っていただけた方はぜひグッドボタンを、続きが気になる方はチャンネル登録をよろしくお願いします。またお会いしましょう。